コゲコゲコ。もう逃げられないよ、あやねちゃん。君は僕のものだ。さあ行こうか、僕たちの城へ。はい、どうぞ。すいません。あ、カナさん、いらっしゃい。どうぞ、かけて。じゃあ、早速依頼内容を聞かせてもらおうか。私の後輩の堀あやねのことは知っているよね。うん、もちろん。ナッパ坂2期生、独創的な個性と圧倒的な表現力でめきめきと頭角を伸ばしていっている次世代のエース。初試合みたい。冷たい水の中にさ、あの儚げな表情がとても良かった。あ、ありがとう。さすがに詳しいわね。じゃあ、そのあやねが数日前から行方不明なの。なんだって。ということは、先日は死体の下なのか、それが原因だったのか。来週の土日には初の東京ドームでの公演も控えてやっていいのに。あ、カナさんいらっしゃい。おい、ユキョ、遅いぞ。1時間も遅刻だぞ。硬いこと言わないの。お前な、自由気ままなのか。僕の生き方なんだからさ。ごめんね、カナさん。最近、あやねちゃんに何か変わった様子はなかった？あやね、ストーカー被害に遭っていたの。それで私に相談してきて、もしかしてそのストーカーに犯人に心当たりがある？牛となっている熱狂的な案で、たびたび握手会であやねを困らせる発言をして泣きになった人物。犯人、星虎。握手会。できん。そいつは許さないな。そういう一部の心のないファンのせいで全体が嫌な目で見られてしまうんだ。安心してカナさん、あやねちゃんは必ず俺たちが助け出すから。ありがとう。よし、右京、俺は情報屋に当たってみる。了解。僕は彼女周辺を探ってみるよ。
て、さすが時間ぴったりだな。当然だ、ルーツの相棒とは違うぜ。ちげえね。そうそう、今回依頼があったターゲットの写真だ。こいつがターゲットの星野小太郎だ。通称星虎だ。こいつは予想以上のクズだったぜ。数々の女性に嫌がらせを繰り返し、トラブルを引き起こしてきたとんでもないストーカー野郎だ。それにお前が追っている鬼仮面とも何か関係があるようだぜ。鬼仮面、あいつが絡んでいるのか。だったらなおさら解決しないわけにはいかないな。ま、あとはお前たちの目で確かめてみるんだな。さすがだ、情報屋、いつも頼りにしてるぜ。ああ、もしもし。高山さん、こっちは収穫あったよ。彼女が失踪する前日、星虎がレッスン場をじっと見てたとナパザカメンバーから聞くことができた。こっちも奴の情報を得た。奴の家に行くぞ。了解。情報屋、これが今回の報酬だ。毎度、またよろしく頼むぜ。いつもありがとな。右京、様子はどうだ。ダメだ、全然出てくる気配がない。いや、出てくるようだ。隠れぞ。俺に何か用か？星空、いや、星野小太郎、あやちゃんはどこだ？教えると思うか？どうせお前たちはここで死ぬんだからな。やれやれ、いかにも悪人らしいセリフだね。減らず口言うのもそこまでだ。それがお前の正体か。性格通り醜い姿だな。我が名はカエル仮面。俺をバカにした奴はみんな殺す。高山さん、来るぞ。Oh!
結構お前らじゃ俺の跳躍力にはついてこれないぜ。そいつはどうかな。ニャコ行って、チクショー、出てこい戦闘員。あとは任せた。俺はアジトへ帰る。許さねえ。ヒーロー登場。助けに来たよ、アヤネちゃん。こっちにもいる。いい加減か、少しでも動いてみろ。こいつの首切り落とすぞ。助けて。どこまでも卑劣なやつなんだ。高山さん、僕はあいつしたら目をつぶってくれ。カルカメ、人質を取らなければ戦えないとは情けないやつだな。ニコ、ふざけるな。殺す。この女がどうなってもいいのか。いや、殺せないね。君みたいな卑怯なやつにはね。ゲコー、許さねえ。やらぶっ殺し。今だ。ゲコー、目が、目が。今最後、あとは降りますよ。するよ。
とよかった。あやなちゃん、東京ドーム公演楽しみにしてるからね。はい、頑張ってね。はい。探偵たちの活躍によりカエル仮面の野望は打ち砕かれ、あやねは救われた。だがこれで全てが終わったわけではない。カオルの敵鬼仮面の企みとは一体何か。謎は謎を呼ぶ悪魔の集団の影が探偵を襲う。それはまた次回の話で。 See you next time!